皆さん、こんにちは。今回は吹雪純さんの壮絶な生い立ちや離婚した理由と再婚について、そして子供や父について調査していきます。吹雪純さんはその魅力的な容姿やきらびやかな雰囲気からは想像もつかないほどの壮絶な生い立ちを歩んできました。吹雪純さんは京都大学卒で高校の教師だった父親のもと、二人兄弟の妹として富山県富山市で誕生。京都大学卒の高校教師と聞くと裕福な家庭を想像するかもしれませんが、実は物心ついた頃から両親の関係は冷め切ってしまっており、吹雪純さんが小学5年生の頃に両親は離婚してしまったそうです。吹雪純さんと3歳年上のお兄さんはお母さんに引き取られ、吹雪純さんはしばらくお母さんの内職を手伝って暮らしていたそうです。しかし吹雪純さんが中学2年生の頃、お母さんから自分のことは自分で面倒を見なさいと言われてしまったそうです。そこから吹雪純さんはお兄さんと共に家を出て京都に移り住んだそうです。窓を開けると目の前に崖が広がっているような狭い部屋に住み、内職やアルバイトに明け暮れる日々を送りますが、当時は非常に苦しい生活をしていたそうです。メインで働いているのはお兄さんだったそうで、台所に立つのは吹雪純さんの役割だったそうですが、家計はいつも苦しく買える食材は限られていました。そのため吹雪純さんは育ち盛りの自分たち、肉を食べるためにはどうしたらいいかを必死に考えて、価格が手頃なひき肉を使って見よう見まねで一生懸命ハンバーグを作ったそうで、そのハンバーグが兄弟にとっての唯一のごちそうだったそうです。その後も縫製工場でアルバイトをしながら、そこで貯めたお金で煮付け、惣菜、そばなどの有名店を回り、繊細な味付けや出汁の魅力を熱心に研究していたそうです。さらにそこから吹雪純さんは京都のスナックで住み込みで働くようになります。その後18歳で上京し、銀座の高級クラブ徳大寺でホステスとして働くようになります。そして徳大寺に通うお客さんの中に芸能関係者の方がいて、その芸能関係者の人の勧めで受けた初代ユニチカマスコットガールに選ばれ、当時21歳でしたが18歳の清純派アイドル歌手としてデビューしたそうですが、吹雪純さん自身は嘘をついているし歌も下手だからやめますと半年で事務所に伝えたそうです。これはとある事件の呼び声になったのでした。1974年9月12日午後8時過ぎ、フジテレビの録画撮りを終えた吹雪純さんが帰る途中、こわもての男たちに腕をつかまれ車で連れ去られたのです。警視庁はこれを暴力団絡みの拉致監禁事件と判断、パトカー20台、捜査員50人を動員する大騒ぎとなりました。日付が変わった翌13日午前2時、吹雪純さんは都心のホテルにいるところを高輪署員に発見されました。この誘拐騒ぎは芸能界を震撼させるスキャンダルとなったのです。吹雪純さんは事務所移籍をめぐってトラブルの渦中にいたのです。誘拐事件に所属していた A 事務所の待遇に不満を持っていた吹雪純さんは、東京上野で鉄鋼業を営むという X 氏と事務所の移籍交渉に関する委任状を交わしました。 X 氏は吹雪純さんに対し新事務所 B を設立し、給料を倍にすることを約束しました。しかしここで別の C 事務所の社長らが吹雪純さんに対し、 X 氏は暴力団関係者だと話したことで混乱が拡大。動揺した吹雪純さんは C 事務所とも契約書を交わしてしまったのでした。こうして吹雪純さんは移籍を認めようとしない A、 移籍交渉を委任され仮契約をしている B、 契約書に判を押してしまった C と三重契約の状況になります。その後この事態を収拾すべく、吹雪純さんの録音権を持つ定地区が調停に乗り出したのです。最終的には X 氏が B を立ち上げて吹雪純さんをプロモートすることに決まりかけたのですが、そこで先の誘拐騒ぎが起きました。吹雪純さんを拉致したのは暴力団風に見えた男や元の A 事務所の社員、移籍の意思を変えさせようとテレビ収録を終えた吹雪純さんをホテルに連れて行って話し合いをしたというのが誘拐騒ぎの真相でした。
世間の大騒ぎをよそに、当の吹雪純さんはどうだったかというと、フジテレビの前で A の社長にちょっと話があるから来いと言われ、車に乗せられて、とにかく話は分かったからもう疲れたし返してくれと言ったら、朝方近くに返してくれたの。叩かれなんかしなかったわとのことと語りました。吹雪純さんが語ったように、事件の背後で実際に暴力団は動いておらず、 X 氏も暴力団関係者ではなかったという報道もなされました。しかし、遺跡をめぐる事務所間の醜い争いに巻き込まれたことで、清純派アイドルとしての吹雪純さんのイメージは文字通り風が吹くように消し飛んでしまいました。騒動をきっかけに年齢詐称疑惑などさまざまな噂も飛び出して、テレビへの露出が減った時期もありました。それでもその後、美人女優として活動を始めた吹雪純さんは、1979年の映画「よみがえる勤労」で松田優作さんを相手に見事なヌードを披露して人気をよみがえらせたのです。これほど壮絶な生い立ちを歩んできた吹雪純さんですが、1991年に音楽プロデューサーの川添正郎さんと結婚をしました。そんな川添正郎さんですが、吹雪純さんと結婚した際にはすでに離婚歴が2回ほどありました。吹雪純さんと結婚した後、長男と長女が誕生するも、1992年には離婚。離婚の理由としては、川添正郎さんの破天荒な生き方が原因だったと言われています。結婚当時のことについて吹雪純さんは、何があっても添い遂げるのが夫婦だと思っていました。親として子供に責任があるのだから、私と同じ思いを子供にはさせたくない、抵抗してもしょうがないのだから、結婚生活は就職なんだと自分に言い聞かせましたと答えていたそうです。それぐらい結婚生活が大変だったようですが、一番の離婚の原因は川添正郎さんの不倫でした。当時、川添正郎さんの愛人だった女子大生の小出明子さんの妊娠が発覚し、吹雪純さんは激怒して離婚に至ったそうです。ただそれ以外にも、川添正郎さんは麻薬所持や恐喝傷害事件などを引き起こし、2014年には懲役2年の実刑判決も受けています。ちなみにその後、川添正郎さんは小出明子さんと結婚しました。ところで、川添正郎さんは再婚しましたが、吹雪純さんは再婚しているのか気になりますよね。調査をしていると、吹雪純さんは現在再婚はしていないようですが、年下の彼氏がいるそうです。吹雪純さんは2014年に週刊誌女性セブンにより年下の男性との交際が報道されました。女性セブンによると、吹雪純さんは都内にある人気の焼肉店にて男性と楽しそうにデートしているところが目撃されたようです。また、吹雪純さんは交際報道される以前の2011年には自ら交際宣言をしており、雑誌のインタビューにてホルモンバランスなどの総合数値が上がったことに対して、原因は何だろう、いやこれしかない、実は私今恋をしているのです、ありえないと思っていただけに自分が一番驚いていますと自ら恋人の存在を明かしていたようです。この男性は吹雪純さんより少し年下で、自分で事業をされている実業家のようです。吹雪純さん自身は交際している男性のことを、優しくていつも重い荷物を持ってくるフェミニストと語っていたようです。そんな吹雪純さんですが、息子さんと娘さんの2人の子供がいて、さらには4人の孫がすでにいるようです。息子さんと娘さんはすでに独立しており、離れた場所に住んでいるようですが、息子さんと娘さんにそれぞれ2人の子供がいて、コロナ禍にはリモート通話でよく連絡を取ったりと、関係はとっても良好だそうです。また、吹雪純さん自身も子供が独立した今でも、何かあった時には助けになれる存在でありたいと考えており、息子さんや娘さんが忙しい時には代わりに保育所や学童のお迎えに行くこともあるようです。また、息子さんや娘さんはどちらも一般の方のため、特に情報などはありませんでした。吹雪純さんの壮絶な生い立ちで紹介したように、高校教師だった父親とは小学5年生の頃に離れ離れになってしまっています。実は離婚してしまった理由としては、父親に愛人がいたことが原因だと言われており、
幼い吹雪純さんを愛人宅に連れて行くようなこともあったそうです。不倫が発覚してからは吹雪純さんの両親の喧嘩は絶えなくなり、最終的に離婚することになったそうです。そんな吹雪純さんに予期せぬ連絡が入ったのは2015年のことでした。なんと親戚から吹雪純さんの父親が倒れたと連絡が入ったのです。その時吹雪純さんは連続テレビ小説朝が来たの撮影でたまたま大阪に滞在中で、父親が入院していると伝えられた奈良県に近かったこともあり、会いに行くことを決意したそうです。そしてそこで53年ぶりの再会を果たします。そこにはなんと家庭崩壊の原因となった女性が妻として寄り添っていたそうです。吹雪純さんの父親はすでに耳が聞こえない状態になっており、会話できない様子だったため、再婚相手の女性が代わりに吹雪純さんに父親の話をたくさんしてくれたそうです。そしてそこで聞いた父親の話を聞き、今まで自分たちを苦しめた父親と再婚相手の女性に対してを恨む気持ちから、父に会えてよかったと吹雪純さんの心情に変化があったようです。吹雪純さんは長い間苦しい思いをしていたかもしれませんが、お父様との確執が取れてよかったですよね。では最後になりましたが、吹雪純さんのこれまでの活動とプロフィールを見ていきましょう。吹雪純さんは1952年5月12日生まれ、富山県出身です。1974年ユニチカマスコットガールで1代目に選ばれました。同年愛が始まる時で歌手デビュー、さらに1975年には女優デビューを果たします。そこから1977年公開の映画白熱でスクリーンデビューを果たすと、1979年8月に公開された映画よみがえる勤労では松田優作さんと演じた濃厚なベッドシーンが話題となり、それ以降数々の映画ドラマ舞台で活躍するようになります。そして1991年11月公開の映画無能の人の主人公の妻である桃子役の演技で日本アカデミー賞優秀助演女優賞、ブルーリボン賞助演女優賞、毎日映画コンクール女優助演賞などを受賞しました。現在70歳を超えても未だに美貌は衰えることなく、テレビや雑誌などの幅広いメディアで活躍されています。吹雪純さんは70歳を迎え、ワウワウのドラマ連続ドラマダブル諸刃の斧で柴田恭兵さんの妻役を演じるなど活躍を続けています。彼女の人生は壮絶なもので、高校進学を諦め縫製工場などでアルバイトをしながら自活していた吹雪さんは18歳で上京し、銀座のクラブでホステスを始めます。芸能関係者の勧めで初代ユニチカマスコットガールに選ばれ、21歳で18歳の清純派アイドル歌手としてデビューしましたが、歌が苦手で嘘をついていることが嫌だったため半年で事務所を辞めることを決意しました。辞める意向を示すと複数の事務所が彼女を争奪し、誘拐・監禁事件に巻き込まれることもありました。そんな中ドラマ「寺内貫太郎一家に」で共演したキキキリンさんが彼女を守り、吹雪さんは本格的に女優に転身します。1979年の映画「よみがえる勤労」でのフルヌードシーンで清純派のイメージを脱却し評価を高めました。その後1982年には大胆なヌード写真集も発表し、スキャンダルを逆手に取り再び脚光を浴びました。吹雪は1991年の映画「無能の人」で多くの映画賞を受賞し、トップ女優の地位を確立しました。近年も朝ドラや大河ドラマに多く出演し、幅広い役柄をこなす実力派女優として活躍しています。私生活では1981年に音楽プロデューサーの川添翔郎さんと結婚し、一男一女を設けましたが12年目に離婚し、女手一つで子供を育てました。2011年頃からは年下の実業家と交際し、現在は同棲していると言われています。いかがでしたでしょうか。古希を迎えた吹雪純さんは波乱万丈な人生を乗り越え、現在も順風満帆な生活を送っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。